お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、展開到達まして、とりあえず今結構シーズン、半ばとか結構早い段階で、展開に到達したということで、そのリプレイ紹介をしようと思ってたんですよ。そう、展開が今 KK と僕の2人で、でランキングが今20ぐらいかな、その22、到達した時は14位だったのかな、だったんですけど、ちょい時間が経って今22位そうなんですけど、これ聞いてほしい。本当は今日リプレイ解説の予定でした、予定だったんですけど、このあれですね、このもうテンゴットとそのフレバと20戦やったんですよ。20戦マジでぴったり20戦、こんなやるつもりなかったんですけど、そうやって、そう気づいたらこのマルチのリプレイが消えてた。今気づいて、本当にもう今日の動画は本当に展開到達したリプレイを紹介しようとずっと思ってて、今やっと撮ろうとしたら、その瞬間に焦った。まさかのリプレイが消えてる事態になっちゃって、そう、何撮ろうかなと思って、もう本当にすることないから、今日は、マルチやって、運が良ければグローバル1位、いけたらいいなー的な感じで、はい、やりたいと思いますね。てなわけで、マジでこれは本当に天ごとのせい、この天のシーン、天ごとのせいですね。はい。てなわけで、今日は、マルチですね。デッキはこのババコヤ、僕ずっと使ってるんで、今。ババコヤね、マルチを2戦か3戦かですね。いや、マジでやったわ、本当に。全くそのリプレイがなくなるっていうのを考えてなかったですね。いやせっかく結構その、競っていい試合だったんで、いいかなと思ったんですけど、やっちゃいましたね。やっちゃったけど、多分、視聴者さん的には、ああ、美味しいみたいなところありますね。多分、そのリプレイよりも、多分マルチを実際にやってる方が、多分いいっすよね。僕も多分見えるとしたら、どうだろう。僕はリプレイ解説も結構好きなんですけど。そこはいろいろですかね。てなわけで。さあ、ゴレが来てほしいですね。今の環境、ゴレがめちゃくちゃ多くて、あと、迫撃と三重師とペッカ。もうこの4強ですね。4強。四天王が今出てて、あとたまになんか、ポイジャイとか、なんか、ちょっと違う変なのがいきますね。けども、基本的に、ペッカ、ゴレ、迫撃と三重師のこの4強が、うろちょろしてますね。ふぅ。いやー、マルチ予定、やる予定なかったんですけどね。でも上がなんかそんな離れてないですね。いつもグローバル1位と20位とかだったら、とりあえず結構150とか、100はほぼ確率離れてるんですよね。けど今1位と22位でも、差が70とか、70もない、60なんぼとかだから、意外と差が狭いんですよね。だから。いいの参照できたら。あ、来たー !631、引きーよーよろしく。そんなもんさ、言うて、20もらえたら美味しいですからね。で、この小屋を出す位置なんですけど、初っ端は低めでいきたいですね。ちょっと待って。いや、ディガー枯渇さんしかディガーっぽい。いや、わかんねえな。ん?何コウモリ?ディガーっぽいか。嫌だなディガっぽいやつね。嫌なんすよね。これディガっぽいがしんどいんすな、ぽいが。でも言うて三種だからぽいが美味しいみたいなこともあるけど、言うて。そうなんすよね。ぽいがしんどいんすよね。いやー、嫌だな。これ嫌だな。これ多分相手ホバリングとか厄介だと思うから、ぽいが。これ5って。言うてか。ワンチャン小ジョババコウモリ出してもよかったけど。あ、美味しい。これ多分ほぼに入ってない。入っとんかい。せっかく人が期待したのに。これやばい。コウモリ。これやばい。ここのディガーがマジでやばいんですよ。これがもう、これだけでしんどい。コウモリがしんどい。やばい。痛ぇ。これは勝てねえ。やべえ。マジでやべえ。痛ぇ。やばい。このババコヤを、溶かされたのはマジで非常にやばいですね。やばいけど、迫撃?まさかの?全然考えてなかった。
これ多分ギャングクル。だからロリババ。あー、やばい、来なかった。やばい、それはやった。絶対来ると思ったんだけどな、今。これちょっとやばめですね。ちょっと流れが良くない。このハイブ打って。OK、一体に処理できた。あー、来た、やばい。マジでやばいですね。これ今流行りの、あれで流行りですね。この迫撃多いんですよね。そのアウトローの枠をプリンスにした5レ対策ですね。対5レ対策のアウトローの枠をプリンスにしたこの迫撃がちょい増えてますね。けど勝てないことはない。 OK、 これアド。大体ロリボブだけはワンチャン。そうだ、スペルがない。いや、ファイブがないと祈って。いや、でも会った時なんですよね。いや、数えてないな。まあまあまあ、言うてみたいな。言うてみたいなとこありますね、これは。さあ。問題がガゴ群れで防衛されちゃうんですよね、これが。ファイブ落ちて。いや、まあいいや。さあ、相手の防衛がうまいですね、これは。これはでも、ほぼ無視で。よいしょ。はい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 。相手ファイブないですね。ってことは、これ左側に固めていけば、こっからチャンスがあるよ。マジで。多分ファイブあったら打って、ああ、うっと。これでファイブ来たらマジで泣きたいですけど。これでファイブ来たらどうしよう。マジで。本当に泣いていい?っていうぐらい。しんどいっすね。さすがに来ない。さすがに来ないです。で、これはロリババ転がして、この30石を延命ですね。そのプリンスの突進を与えないようにして。で、右側はほぼは無視で、左側だけで堤防。ああ、なんで家の後ろに出したバカだった。やばい。走れ。家の走れ。うーいしょー、チャンス。相手ファイブライン。重ねるゲーミング。あるある、入って。あるある、マジある、マジある、ホームリングジョン。あー、やばい、こういう、おー、勝った。やばい、なんか勝ったーい。危なー、ちょっと待って、やばい、勝手にテンション上がってしまった。今のは嬉しい、なんか知らんけど勝ってた。危なー。そう、このなんか本当はロリババ基本ロリババなんですけど、そうで、このアウトローの枠とかなんか、あれなんか珍しいですね。スペルグッドだけだ。いやー、でも勝てたのはでかいですね。え、やば、そんな上がる。1回勝っただけで8位ですね。いやー、気持ちいい。で、次勝てば13はないから、次勝てばグロ4位ですね。あー、美味しい。よし、行きますか。多分今、ロカラン1位でしょ、多分。KK が行ってない限りなんで。まあ。そうですね。よし。本日は2戦っすね。もう2戦で十分だ。2戦で十分だ。よし。待って、今のな、で、これはもう見たいですね。最後なんで、なぜタワーが落ちたのかだけを確認したいです。ここディガーで、そう、コウモリで、そう、何かなって感じですね。でもここで迫撃だって気づくべきでしたね。で、相手はコウモリしんどいですけど、まあ、僕もしんどいみたいな形で、はい。そう、このディガーコウモリがしんどいんですけど、ディガーを早急に処理するのがやっぱ大事ですね。結構あの、ディガーは後回しで、あの、前を頑張って防衛しようとしてしまいがち。うん。結構してしまいがちなんですけど、ディガーをちゃっちゃ溶かしてあげると、後がすごい楽になりますね。この辺かな?いや、まだか。もう一個あったですね。ここだ。ここですね。ここで、コジョババ、コウモリ、でも、ファイブを打って、はい、入る。で、ここで、あと77が削れない、あ、コウモリだ。なるほどね。一匹のコウモリちゃんが、働きましたね。はい、てなわけで、次行きますか。よし。もう20もらえたら満足ですからね。よいしょ。20くれだから6000台だったり、6300台あったりですね。問題が6200台とか来て、
45とか44とかだったら悩みますね。シンプルに悩みますね。いやー、まあ、まあまあまあ、こっからが折り返しみたいなところですからね。あのシーズンあと10日12日ぐらい11日12日ぐらいさあるんで、こっから落ちないようにしたいですね。あんま下に、ふぅし、ふぅ、さあマッチング待ちですね。きたー、おお、ドキー、これゴレだ、ゴレ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 。 SK フロビーはあれなんですよ、あのあれいるじゃないですか、 KK12、 あの KK、 そう KK をこいつスナイプしたんですよ。こいつあの遅延ゴレあるじゃないですか、最近張りのその遅延ゴレのトルネロリババライトニングなのに、そのライトニングの枠をウッドにして、トルネウッドロリババの枯渇メタで KK をスナイプしたんですよね。で、こいつ今6439までいってるんですよ。マジで立ち悪いわ。てなわけで、ここで KK の仇を取りたい。これベイビードラ来ると厄介ですね。あー、そこなり。いや、処理できないか。まあ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 。これ言うてベビーちゃんとかがちょいめんどいですね。こうなっちゃうと溶かされるから、あ、でもこれ逆サイ行ってもいいな。一回三重子出して、ライトニング打たせて、かな打って、そんで逆サイに、このまま工場つけて、多分相手コストがしんどいから、本当はホバリングもつけたいんですけど、いや、つける。ここでホバリングもつけたら、相手は多分この、マスケに磨くかなんか、あー。オッケー。延命しろ。マスケっていいよ、対空がビビドラ勝ったかね、勝ったかね、落ちたかね、はい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 、よしよしよし、いいですね、いいですね。でこれワンチャンランバーの付け足しが怖いぐらいですね、残ってるから。オッケー、いいよ。で、あとは相手はこの左側にもう多分ケツゴレしてゴリ押ししてくるだけだから、平石にして三重石を固め出しして勝ち。はい、勝った。はい、勝った。グローバル4位、ありがとうございます。とか言って、これ負けたら、シャレになんないですけど、マジ。こういうことですね。じゃあ、問題あとはトルネで引っ張られるから、この三重子が意外と良くないかもしれない。そう、トルネで全部吸われちゃうんでね。絶対そーっとしてるから、ここで、こういうところで、よいしょ。頑張る。で、光栄溜まったら、ファイボで、一掃。よいしょ。え、待って、やばい。待って、やばい。最悪、ファイボ外した。待って、最悪、最悪、最悪。ちょっと待って、やばい。これマジで、本当に、本当にシャレになんない。なんで？どうしてそうなった？俺。やばい。しかも、この判断もワンチャンやばいかもしれない。なんか、普通に、防衛されて、やばい。ちょっと待ってー、どうしてそうなった俺。やばいですね。ただいま。これは沼だ。こういうアンチライトニング来る。しかも。いや、来んのかい。やばいやばい。マジやばい。これもう、ネタやん。なんかもう、ネタの人になりたくない俺。コマ5で押さえて。いや、なんでランバー行きたんかな、さっき。いやー、ナイルは。マジでナイル。今のは、やってますよね。ちょっと待って。やばい。これやばいな。こうなると、どうするかな、すね。ホバリングでランバー処理。さすがにゴラ置かないっすね、また。わかった。右側、ケツ工場で、右側に固め出し30シス。なんか多分分かるというか、ワンチャンゴレ受けされる。あ、ライトニングか。嫌いシーン。で、コストない。オッケー、勝った。勝った、勝った、勝った、勝った。オッケー、オッケー。ファイボで、あと終わりやね。はい、よいしょー、よいしょー、よいしょー、グッドゲーム。よし。よし。これはでかい。これはでかい。31しかも。待って。これ、そんなに俺欲しくなかったけど。さては、
ちゃんこっち見ようか。さあ何が出るかな。ワンちゃん、おお、サイ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 、ちょ待ってよ。さてはこれあと1勝いけば13は多分ないから、待てよ。グローバル1位だな。いけるな。いけちゃうよ、今日。いけちゃいますね。いけちゃいますね、これ。オッケーオッケーオッケー。このクランでトロ高いのが、こいつだ、カラー。だからワンチャンこれをスネイプされると、めちゃくちゃだるい。めちゃんこだるい。だからこのライトニングを5に変えてくるみたいなことがないことはないけど、ゴレだから相性いいっすね。いやー。さあ、いきますか。いきますか。ラスト一戦。これ勝てば、グロ1。負ければ、耐える。そんだけですね。よし。動画長くなっちゃってるかな。言うて、しゃあないっすね。よしよしよし、さ、ラスト集中して。ここでグロ1いけるといいですね。勝ちたいな。今のはまあデッキ分かってたっていうのがでかいですね。そう、プロビー、あれプロ選手ですね。どっか忘れたけど SK ゲーミングだの SK プロビー。よし、さあ、ね、何が嫌っていうのはないんですけど、小勝さん30しか嫌ですね。いや違う、これゴロじゃないから30しは別にいいか。ジャイプリ、プリンスとかが嫌いかな。まあ何でもいいや。早くマッチングして。オッケー、来たー来たー !63388 これババコヨじゃね、多分。か、ラバ、ん、わかんないな。よろしく。でもこいつババコヨ使いだったと思うんですよね。なんか、違う、スケルトンだ。回転が早い。スケルトンってなんだ、ホグか。クロスか。いや、ロリババ?なんか最近ハリのホグだ。あートルネのアイスイズライドラベビドラの、じゃあベビドラライドラのホグだ。ファイブだ。スキアイスミ。めっちゃ高回転のやつだ、多分。多分、いや、ファイブ。やばい、なんか電話来た。ちょ、待って。ちょ、待って、電話来た、電話来た、電話来た。電話出たから。はい、もしもし。はい。ええ、ちょ、待って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 。えマジ?ちょ、待って。今来る。動画撮ってるよ。ちょ、待って。え、待ってください。今動画撮ってんすけど、ちょ、開けるね。開いた?開いた?はい。え、ちょ、待って。今動画撮ってんすけど、宅配的な感じのやつで、ピーってなって出たら、なんか、やばい。彼女が来たっぽい。ちょ、待って。え?ちょ、待ってよ。ちょ、待って。マジで、マジで。彼女、岡山住んでるんすけど、岡山住んでるんすけど、なんか今週、東京行くみたいに言ってたんですけど、ちょっと待って、今動画撮影中、ちょい待って、はいはい、いらっしゃい、待って、おお久しぶり、ちょ待って、動画撮ってる今、ちょっと待って、動画撮ってるから、ちょっと待って、雨やばっ、待って待って、いろいろ怒りすぎてちょっとやばいんですけど、マジでやばい。お邪魔します。それ動画に声入るよ。え、ちょ今動画撮ってるんで、ね、はいはい、いいよ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 、だけど待て待て、はい、聞いて聞いてや、それは動画撮ってからして、ちょっと静かにしてくれる。一試合ちゃんと見たんよ、うん、ちゃんと待ったんよ、はい、で、あ、終わった、よし、これ動画締めとるなと思ったら、試合まだです、まだまだまだ、これ勝ったら聞いて、くそっと思って鳴らした。これコメント欄で来るやつやん、ラット彼女よりクラロワ優先にしたってやつが、コメント欄で来るやつやが、最低、ちょっと待ってよ、余裕でわかるわ、余裕でわかる、聞いて、これ勝ったら世界一よ今、マジで、そうマジで、今もう3位じゃろ、グローバル、うん、しし、今更、うん、ちょっと静かにして、ちょっと待って、なんかびっくり、自動で開けれるようになったやな、ごめん、俺がそういうのもできんかったみたいになるやん。すげえ画期的、教えてもらおう、オッケー、勝てる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 、マジ勝てるマジ勝てる、あるあるある、あーい、スイズがうまい、待って動画撮ってるから今、もう撮り直しはしない。待って、マジあるマジあるマジあるよ、ワンチャンあるよワンチャンあるよ、これババコはこっちの位置でよくて、
ごめんなごめんないいごめんな。タオルかなんかいる？いらない。めっちゃ雨すぎかった。はいはいはい、今動画な撮ってます撮ってます。これボツにしないです僕は。あーやばい、相手くんうまい。このポイズンうまいっすね、相手回転早いし。けど相手はもうマジでバブクがしんどそうですね。いやーだるいな、だるい、言うてだるい。これババカがなくなったらすぐ置きたい。やば、相手ガンガンもうスペルで削ってきますね。これロリババでホバリング延命からのコウモリでライドラ処理。頑張れ。あーできないか。いや相手ここで次ポイズン使ったら30死展開でワンチャンある。てかもうここで3死で真ん中30死と当たったんですね。いや5でもいいか。いや3死でいいや。忙しい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 。やばいやばい。いや負けそう。いや待って負けそう。いやうまいな。うまいうまいうまい。いや引き分けでもいいや。引き分けでも動画閉じたいよ。そんなこと言ったらダメ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。いや、相手がうめえ。めっちゃくちゃうまい。何その変なデッキ。いや、俺が言える立場やなかった。やばい。これやばい。トレネで。あー、待って、負けたかもしれないけど。いや、ラスト。相手、あれ使った。あれ使った。あの。違う違う。ちょっと待って。やばい、待って待って。いや、あるある。あるあるある。マジでマジである。勝った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 。ちょっと待って。勝った。やば、グロ一撃だ。動画撮ってる。え、入るよ、もう。待って、来た。でも意外とさ、あれちょっと待ってください。最後締めるから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 。はい。ちょっと待って、いろいろ起きすぎてる。意外とさ、遠かったらさ、声入らんのよ。焼き鳥くんとコラボでさ。ちょっと、すいませんね。この人、本当にすぐ喋るんで。ちょっと待って、到達しました。グローバル1位。ということで、はい、なんかもうちょっといろいろ起きちゃって、わちゃわちゃしすぎて申し訳ないんですけど、まあ今日はね、いやー、ま、生マルチで1位はもう初めて、これは嬉しいですね。はい、というわけで、まあ今日は折りにしたいと思います。こちらですね、今日使った時よければ使ってみてくださいっていうわけでね、はい、本日は折りにしたいと思います。バイバイ。